しくっておとなしくて穏やかだね。そう、優しくっておとなしくて穏やかなんです。なんて答えようか否定しようか、なんでもいいな。どのような返しが正解ですか。人並みに腹も立ちイラッともする。そちらの期待に沿えず申し訳ないです。でもまあ表に出すことは滅多にないかな。なのでそれに関して笑いたい、イメージ通りです。時間の無駄だ、やめたやめたとみんなが言うものに、実はひそかにメラメラと闘志燃やして一人狙ってたりする。静かな野獣なんです。裏を聞かないのが人生ってやつで、舵取りもどうやら自分でしなきゃらしい。ならばありのままの私で生きていたい。最高の味方でいられるように。めんどくさいことは苦手だけど、おそらく自分もまためんどくさい人間です。ピンチの時は泣いたりもするけれど、折れそうで折れにくくしなります。裏表人。